拝島線は東京都小平市の小平駅から秋島市のハ島駅までを結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は SS。終日にわたり、新宿線田無し、西武新宿方面との直通運転を行っている。日中は直通列車に加えて車両基地を併設する玉川上水駅を起点とした。 小平駅玉川上水駅間や玉川上水駅廃島駅間の区間運転もある。車両編成は10両編成と8両編成。2007年3月6日のダイヤ改正で昼間の小平駅折り返しの列車がすべて西部、新宿駅発着に統一されたが、2012年6月30日のダイヤ改正で小平駅折り返しの各駅停車が復活した。 基本的には、小平駅で、新宿線の列車との相互接続が考慮されている。急行は新所沢駅、本川越駅発着の各駅停車に、各駅停車は新所沢駅、本川越駅発着の急行準急と、相互接続を行う。また、準急については、長席時間帯に設定されている。昼間は1時間あたり、 西武新宿駅、灰島駅間の急行3本、灰島線内折り返しの各駅停車3本で、小平駅玉川上水駅間は10分間隔のパターンダイヤとなっている。また、萩山駅で玉子線、西武遊園地方面の列車を並結、分割する列車が存在していた。かつてはほぼ終日にわたって運転されていたが、 当路線での利用者数が大幅に増加していることから年々減便され2012年6月30日のダイヤ改正では下り列車の分割が2013年3月16日のダイヤ改正では上りの急行の併結が廃止された。なお、併結、分割を行う列車に限り2000系が使われ一番前の西部遊園地発の車両には 女性専用車両が設定されていた。2013年3月16日のダイヤ改正以降は平日は終日、休校、準急のすべてが10両編成、一部8両編成となった。これに伴い、廃島線に初の女性専用車両が導入されたと同時に、多摩湖線から女性専用車両は消滅した。また、小平駅萩山駅間には、 定期ダイヤでは、平日朝のみ、玉子線玉子方面の各駅停車の一部が乗り入れている。また、土休日臨時列車として、西武新宿駅玉子駅間の急行も運転される。この列車は1998年のダイヤ改正まで、快速急行として運転されていた。2018年3月10日より夕方、夜間に有料座席指定列車。 ハイジマライナーが運行を開始した。西部新宿発ハイジマ駅の下り列車のみ運行される。運行本数は平日と休日とも6本。車両は4万系が使用される。ハイジマ線内は各駅停車として運転され、小平駅西部立川駅の各駅から乗車する場合は座席指定料金が不要となる。 現在の形態になったのは1968年と比較的歴史が浅く異なる経歴を持つ複数の路線を後から新線により連結して全通させたものである。小平駅萩山駅は多摩湖鉄道が旧西武鉄道線への接続のため1928年に支線として開通した。その後多摩湖鉄道武蔵野鉄道は旧 西武鉄道と合併し、村山貯水地への観光客輸送を目的として1958年に、萩山駅を移設。小平駅、萩山駅、玉子駅間の直通運転を開始した。一方、小川駅、玉川上水駅は、北多摩郡大和村にあった日立航空機、立川工場への専用鉄道として敷設したものを、第二次世界大戦終了後に、西武鉄道が取得し、 1949年に上水線として開業したものである。開業当時は非電化で起動車が走っており、後に電化されたものの、しばらくは支線の地位にとどまっていた。1962年に小川駅萩山駅間が開通し、同時に小平駅萩山駅も上水線に編入。小平駅萩山駅玉川上水駅間の直通運転を開始し、 新宿線直通列車も設定された。この区間は、もともと陸軍施設への引き込み線として1944年に開通したもので、その後陸軍施設後にできたブリジストン、東京工場でも利用していた。このため、小川駅萩山駅間は現在でも、工場の敷地内を通っており、工場内の連絡橋が線路をまたいでいる。その後、1968年に、 玉川上水駅、灰島駅が開通し、灰島線として全線開通するが、この時、玉川上水駅構内の線路を付け替えて延伸したことから講述するように、玉川上水駅から、キロポストが始まっている。小川駅一番線脇にある0キロポスト前述のような歴史的経緯から、灰島線では距離を示すキロポストが4つに分かれている。 小平駅、萩山駅、玉湖線、西武遊園地駅、小川駅、萩山駅、小川駅、玉川上水駅、玉川上水駅、廃島駅、全駅東京都内に所在。廃島線内は、全列車種別が、すべての駅に停車。駅番号は2013年3月までに順次、導入された。府中街道との立体交差地点小平駅を出ると、しばらくして左へカーブし、 新宿線と分かれる。多摩湖自転車道と平面交差し、右カーブすると、多摩湖線が左から合流して、萩山駅に到着する。周辺は住宅地である。同駅はカーブがあり、車内放送などでしばしば注意を促している。また同駅はバリアフリー化されており、駅舎の改修工事が2009年2月に完成した。萩山を出ると、 多摩湖線と平面交差する形で左にカーブし、ブリジストン東京工場の敷地内を通過して、工場施設の連絡通路をくぐる。この付近では、停止信号でよく特に上りが減速したり停車したり、する。また、JR 武蔵野線がこの付近を地下で交差しているが、駅はなく、乗り換えはできない。途中で、府中街道を越える踏切があったが、 道踏切は2012年10月7日に立体交差化され解消された。なお、これは西武鉄道の事業計画には載っておらず、府中街道の拡幅事業の一環として行われたものである。進路を南に取ると国分寺線と合流して小川駅となる。島式ホーム2面4線のうち、外側を廃島線、内側を国分寺線が使用する。 小川駅では、国分寺、本川越え、西部園、東村山方面への国分寺線に乗り換えができる。小川駅を出ると、国分寺線と平面交差しながら、右へカーブし、進路を西に取る。ここから先は、比較的長い直線であり、小川東山都市間は、駅間距離が、比較的、長いため、速度を上げて走行していく。住宅と、畑、 雑木林が混じった景観であるが、線路の北側は区画整理されており、宅地化進行中といった風情である。かつては途中に西小川信号所があったが、1991年に廃止されている。北側に東京電力玉梅橋変電所が見えてくる。その付近から高架化された部分へと差し掛かる。やや左寄りにカーブしながら、 高架になると、相対式ホームの東山都市駅となる。なお、この区間の高架化は、大梅街道、村山街道の混雑を解消するためになされ、当時の大梅橋駅はやや北寄りに位置しており、若干の線路の形状改良が行われた。それまで、線路の南を通っていた大梅街道はここで同線を、潜り、北北西に進路を取る。東山都市駅を過ぎると、 再び地上に降り、北側に玉川浄水車両基地や、かつての大和基地跡地が広がる。基地の跡地は区画整理され、公共施設やマンションなどが見られる。南側には、ゴミ焼却場が見えてくる。駅名となった玉川浄水が寄り添ってくると、小平監視所があり、そこから玉川からの純粋な流れから、下水再処理水へと切り替わる。 小平監視所では、玉川上水に降りることができ、清流復活事業のことについて示した記念碑などがある。玉都市モノレールとの乗り換え駅である玉川上水駅は、島式ホーム2面3線で、駅の西側で高架の玉都市モノレールとアンダーパスの伊木ク街道と立体交差する。アンダーパスは、玉モノレールの建設の際に作られた。付近には、 大学や高校が多く、近年、宅地やマンション開発も進んでいる。西部立川駅、廃島駅間の単線区間を走る3万、軽玉川上水駅を出ると単線となるが、複線相当の敷地幅を、門型河川柱や洋壁に対し下り線、相当部分を走り、国立音楽大学の敷地を突っ切る。そのまま、住宅地を進み、森土高架上を走るようになり、 高架駅相対式ホームの武蔵砂川駅に到着する。駅北側にあった日産自動車村山工場の跡地に建設されたイオンモール武蔵村山の最寄り駅である。武蔵砂川駅から伏線となり、森土高架場をしばらく進み、五日市街道と立体交差すると地上に降りる。島式ホームの西部立川駅に到着する。 西武立川駅は2011年3月に、京城駅舎が整備され北口も設置された。西武立川駅から、再び単線となり、やはり下り線相当部分を緩やかに左カーブ、しながら、進路を南西に取る。玉川上水を渡り、森津地区間になると右カーブしながら、進路を南西から北西へと変える。その途中で南側に、 JR 八甲線が寄り添うと、在日米軍横田基地への専用線と、平面交差し、終点の廃島駅となる。JR 東日本の青目線、五日市線、八甲線との乗り換え駅で、京城駅舎となるまでは、南口が、JR 東日本、北口が、西武鉄道の管理であった。多摩南北道路の一つである都市計画道路の、 府中街道の拡幅事業の一環として、萩山駅、小川駅間の、萩山第3号踏切道が高架化によって、解消された。2011年2月27日に、下り線が高架化され、2012年10月7日に、上り線が高架化された。東京都道5号、新宿大目線や東京都道144号、中島十番線が交差する大目橋交差点の、 慢性的に渋滞を起こす構造を解消するために、玉梅橋変電所付近から、東山都市駅を越えて、玉川上水車両基地等端部にかけて高架化が行われている。玉川上水駅の下を、芋モク街道が、アンダーパスで通過している。さらに上空を、玉ノレールが通過している。武蔵砂川駅から西武立川駅の区間は、開業当初から盛り上げてあり、 複数の道路が交差して慢性的に渋滞を起こしやすい構造の天皇橋交差点の上岡道橋で越えている。ありがとうございます。